こりゃまた、すがすがしい場所だな。なんていうか、とても空の上にあるとは思えないんですけど。古代ゼムリア文明、単に技術が発達していただけの社会じゃなかったみたいだね。異次元に封印された時、住民のほとんどが退去したらしい。多分リベール国民のルーツはその人たちなんじゃないかな。それって、あたしたちのご先祖様たちがこの都市に住んでたってこと？その可能性は高いだろう。カルバードでもそうだが、大崩壊以前の文明の痕跡は驚くほど少ないそうだから。なるほどな。地上に痕跡がないのは空で暮らしてたからってわけか。なんか途方もない話になってきたわね。それにしてもやたらと見晴らしがいいけど、ここってどういう場所なんだろう。ただの展望台かもしれないけど、向こうに端末みたいなものがあるから調べてみようか。通機関みたいだね。そしてどうやらこの浮遊都市はリベルアークという名前らしい。リベルアーク、響きから考えるとリベールの語源のようだな。なるほど。それからゴスペルだけど、どうやらここの市民にとって馴染みのあるものだったみたいだね。公共サービスを受けるのに必要な身分証明を兼ねた携帯端末。ああ、もう頭が混乱してきた。とにかくゴスペルがなくてもできることはあるのよ。早速いろいろと調べてみましょう。了解。可能なサービスの一覧を出すよ。
それって…何か来る。これがレール廃炉みたいだな。どういう仕組みかはさっぱりわからねえが、トロッコのようにレールの上を走る乗り物か。透明なレールというのはさすがに落ち着かんな。よくわからないけど、移動手段として使えるんだったら試してみない手はないわよね。早速乗ってみるとしましょう。相手が悪かったな。戦闘終了、先に進もう。戦闘終了、先に進もう。
けられないんだ。戦闘終了。これで終わりだ。相手は悪かったが。ここは
美しい街並みだ。どうやら古代人が暮らしていた場所らしいな。確かに不時着したところよりは人が暮らしていた雰囲気があるぜ。うん、静かでいい感じの雰囲気かも。でもなんで昔の人たちはこんな立派な街を捨てちゃったのかな。調べていけば当時の状況がわかるかもね。新たなルートを探す必要もあるし、早速周囲を探索してみようか。うん、オッケ原理なんだろう。よくわからないけど、とんでもない技術よね。戦闘終了。先に進もう。
これぞ勝利の美酒ってやつだな。手直してきた。よしは。傷つけたら絶対に許さないんだから。キールにドラに、よしよお困りみたいね。能天気女だから。誰が能天気を。話は後だ。まずはこいつらをかっ。まったく。相手が悪かった。なんとか片付いたわね。大きいやつはやたらと硬かったけど。結社の十人形兵器レオールガンイージだ。普通は拠点防衛用に使われることが多いんだけど、とにかく本当に無事でよかった。でも、なんで君たちがこんな場所にいるんだい？僕たち
あんたたちと別れた後、こういきなり空に変なものが現れたから近寄って様子を見ようとしたら山、それで墜落しちゃったわけね。あれ、そういえばあんたのお兄さんたちはどうしたの？姿が見えないけど、どこかに出かけちゃってるとか？ジョゼット、落ち着いて。ゆっくりでいいから、事情を話してもらえるかい？ヨシア、ヨシア、結社の連中に兄貴たちが捕まったんだ。僕を逃がすためにみんなでおとりになって。ねえヨシア、僕どうしたらいいの？ごめん、驚かせちゃったみたいだね。もう落ち着いたから大丈夫だよ。まったくもう、いろいろな意味で驚いたわよ。それでジョゼット、他の人たちが捕まった時の状況を。僕たちここに墜落してからすぐに山猫号の修理を始めたんだ。エンジンはなんとか無事だったけど、それ以外の装置は壊れちゃってさ、修理に使えそうな材料がないかこの辺りを探索してたんだ。俺たちとほぼ同じ状況か。3日後くらいかな。足りなかった材料も揃って本格的に修理しようとした矢先に、タコみたいな人形兵器が現れてさ、僕がそいつを撃った後で赤い飛行艇が飛んできたんだ。着陸するのに例の両兵たちはわらわら降りてきちゃって、哨戒行動中のヴォーグルを倒してしまったのか。多分破壊された時に発せられる緊急信号が敵に伝わったんだろう。やっぱりそうなんだ。どうしよう、僕が余計なことをしたせいで。ジョゼット、まあもうそんな顔すんじゃないわよ。捕まってるんだったら助ければいいだけじゃない。え、いくら犯罪者といえど不当に監禁されているんだったら遊撃士の保護の対象だわ。どうせ結社とは決着をつけなくちゃいけないんだし、あんたのお兄さんたちもついでに助けてあげるわよ。エステル、ちょっと待ちなよ。どうして僕たちが遊撃士なんかに助けられないといけないのさ。へえ、なんかにね。だったらあんた自分一人で助けられるわけ？それにあんたたちにはグロリアスを脱出するときに助けてもらっちゃったし、ここらで借りは勝手に返させてもらうからね。ジョゼット、エステルの言う通りだよ。君が一人でここにいたって何の解決にもならないはずだ。それはわかるよね。よかったらしばらくの間アルセイユで待っているといい。多分キールさんたちはグロリアスに捕まっているはずだ。このまま探索を続ければ停泊場所へのルートが見つかるかもしれない。その時は必ず君に伝えるから。分かった。よ
シアがそう言うなら。でもただ世話になるのはカップア一家の名折だからね。探索だろうが船の修理だろうがきっちりと協力させてもらうよ。ああ、はいはい、ほんと素直じゃないんだから。どこかのお人よしみたいに単純にできてないもんでね。あ、なんですって？うん、まったくもう。何が原因か知らないけど少しは仲良くできないのかな。あのね、ヨシュア、あんたがそれを言う？え、踏んじまったな。いや、若いってのはいいもんだ。ねえジョゼット、ここは一時休戦にしない？そうだね。どうやら当面の敵はお互いじゃなさそうだし。打ち解けられたのはいいんだけど、何かまずいことを言ったかな？ううん、ちっとも。気のせいじゃないの？そう、目が笑ってないんですけど。さてと、それじゃあこのエリアの探索を再開しますか。バイクに渡る橋も完全に落ちているみたいだね。とにかくもう一度街の中を一通り調べてみよう。ひょっとしたら何か手がかりがあるかもしれない。了解。
当時の市民の使命と生態パターンを照合しているらしい。両方が合致しないと。正直お手上げって感じなんですけど。いずれにせよ相当高度なシステムみたいだ。一度アルセイユに戻ってラッセル博士に相談した方がいいかもしれない。どうやら当時の市民の使命該当するし、あれ、いずれにせよ、いっ、thank you.
そうだね。なんだかあっという間。かなりのスピードなのに、ほとんど揺れなかったし、正直。大した。それはせっかくの景色なんだから、もう少しゆっくり走って堪能させてほしかったかも。確かにな。しかしこいつのおかげでぐっと探索が楽になりそうだぜ。新しい駅を見つけたらすぐに使えるように。すぐ通常。あ、修理は10。ええ、負けずに頑張る。うん、迅速に探索。あら、メン。おう。お願いします。Thank you.
空間転移か。どうやら大昔に使われていた本物のゴスペルみたいですね。うん、結社が作ったレプリカと雰囲気が似てるかも。やっぱりシリンの塔の端末にあったセレスト・ディ・アウスレーゼはクローゼのご先祖様だったみたいだね。はい、おそらくこの都市から市民を脱出させた責任者だったのでしょう。生態パターンが私と似ていたのは偶然によるものだと思いますけど偶然じゃなくて女神様のお導き。とりあえず持っていたら何かありがたくもらっちゃう。Thank you.
Thank you.
出直してきた。 前のようにはいかなく、さっき手に入れ。 Thank you.
相手が悪かったな。出直してきた。
相手が悪かったな。出直してきた。相手が悪かったな。
って出直してきた。相手が悪かったな。相手が悪かったな。負けられないんだ。
勝利の美食ってやつだな。ここはかなり広い場所に出たね。見渡す限りでかい建物が並んでやがるな。道もやたらと広いし、一体どういう場所なのかね。ひょっとしたらここは工業エリアかもしれない。大量の水も工業用水と考えれば説明できる。なるほど、確かに言えてるかも。よし、早速探索を始め。
終了。先に進もう。